急増と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回は視聴者様よりリクエストをいただきまして、何かと申し上げますと、僕がですね、ファミコンを買ってですね、どんな感じでメンテナンスをして最後こう棚にこう入れていくわけなんですけども、どういう流れになっているのかですね、見たいというお話でしたので、ざっとですね抜粋しながら今日はお届けしたいと思っております。最後までご視聴いただけますと幸いです。これが直近で買ったファミコンの箱説明書たちなんですが、まずですね、これちょっとね見えづらいかもしれないんですが、僕最近はですね箱カセット、あとですね、よいしょ、こう説明書にこうばらして、最近はですね保管をしておりまして、まず買ったらこんな感じでばらしています。で、一通りこうばらし終わりましたら、こういう箱のですね表面のこう汚れを取ったりとか、値札シールをこう剥がしたりっていう形でしているんですけども、で、中がですねこう汚れていたりとかする場合は、掃除をこうしたりっていう場合あるんですけども、前回動画でもお届けしたんですけども、これ中すごく綺麗であんまりこう掃除のしようがないというか、はい、いつもであればこう綿棒を使ってですね中をこうお掃除したりとかしています。で、せっかくなのでこれね値札シールが両サイド貼ってあるんですよ。これね剥がしていきたいと思います。はい、ではではこちらのですね値札シール2箇所あるので剥がしていきたいと思います。僕がですね日常的に使っているのが100均ダイソーで売られておりますシール剥がし液でございまして、これね100円で売ってるものなんですけども、もともとですね僕いろんなものをこう使ってきまして、一番ですねこれ僕なりに使いやすくてコスパを考えるとね、これが一番僕なりの、まあ、最適解といったらあれなんですけども、結構ですね愛用させていただいております。で、今回ですね何回か液使い切ってしまったので、これなの一応新品な状態で、ございます。こちらをね使っていきたいと思います。このシール剥がし液なんですけども、何回も何回もこう使うことはできるんですけども、何回もですねこう使っていくと液剤がこう濁ってですね、その状態でこう使ってしまうとこの箱に色がついてしまったりとかするので、どうなんでしょうね、僕は結構10回ぐらいは使っちゃうかもしれないんですけども、そのぐらいのタイミングで新しいのにこう買い替えたりしています。で、綿棒もですね下手にこう汚れているものを使っていると汚れ移りする場合があるので、これね神経質っていうわけでもないんですけども、こういう綺麗な綿棒一本一本使ったりしています。液剤を値札シールに染み込ませて、まあ、大体1分くらい待ってから剥がす作業に、取り掛かります。このシール剥がしのヘラはですね付属のシール剥がしのヘラです。もっとねネットとか見ると結構いいものを売っていそうなんですけども、とりあえずね結構付属のヘラで十分戦えるのでこれ使ったりしています。はい、一応ですね剥がし終わったんですけども、ここのシールがもうめちゃくちゃ頑固で、ちょっとねまだノリが残ってたりするんで、これはねまた後日改めてちょっとやっつけようかなと思うんですが、ちょっとねこれ色が液剤が染みてにじんでるっぽいんですけども、これね時間経てば綺麗になります。前にですね僕ブックオフのヤフオクのストアでこのタイトーチェイス買ったんですけども、ここにこうシール跡がついていて、こんな感じでほらもう全然目立たないというかすごく綺麗ですもんね。これねもともとあった破れなんですけども、はい、はい、なのでまあ時間が経てばですねこの辺はすごく綺麗になります。これなんでしょうね、これ多分綺麗になんないでしょうねこれはね。ということで一通りのクリーニングが終わりましたら、次にですね、この子たちを袋に入れていくわけなんですが、中にはですね特殊な箱のサイズとかもあったりして、これ袋の大きさどんくらいだろうなーっていうのってあるじゃないですか。そういう場合は僕このメジャーでですねこう測ってサイズ取りをして、適した袋をこう取り出して袋に封入していくと。ファミコン入れてる袋はですね下島のクリスタルパックという商品を使っていまして、はい、こんな感じでですねクリスタルパックがギッチギチに入ってるのが、3段、ございます。ここからその箱に適したクリスタルパックを取って入れていくという作業になります。なのでこちらはですねファミコンの大きな箱ということで、これですね、
クリスタルパックをですね、取り出してきました。ファミコンの箱用ですね。こちらがファミコンの裸カセット用。こちらがあの説明書用に使っていたりします。以前は剥がしやすいメンディングテープっていうのをこう使っていたんですけども、最近のブームはですね、スコッチのですね、目立ちにくい超透明テープっていうのを使っています。これね、めちゃくちゃいいですね。ということで簡単にですね、袋にこんな感じで入れ終わりました。カセットも入れました。本当はですね、説明書袋に入れなくてもいいかなって思っているんですが、今ですね、この説明書、ここにファイル置いてあるんですけども、ファイリングしてありまして、たまにこう抜け落ちた時に、どの付属品かわからなくなってしまうっていうのを防ぐために、こう袋にですね、まとめるようにして入れています。こちらの説明書をですね、こちらにファイリングしていきたいと思います。今のところはですね、これメーカーの50音順に並べておりまして、まずこちらですね、宝ということで、タですね。ですね、こんな感じでインデックスつけているんですけども、これ見えるかな、宝、これですね、ここに入れていきます。はい、こんな感じになっていまして、今こう宝のゲームがあるわけなんですけども、ここに空きのポケットがありますので、ここに入れていくと。よいしょ、これ動画撮りながら大変なんですけど、これはい、よいしょはい、こういう感じですね。はい、サンソフトですね、サンソフト。で、ちょうどはい、作業を上げていたので、サンソフト。はい、とりあえずですね、こちらに入れていきたいと思います。このファンタジーゾーンの隣ですね。で、これね、ちょうど運が良かったんですけど、これね、東映です、東映で、東映もちょうどね、これ同じファイルになりますんで、よいしょ、東映よいしょ、ここに空きポケットありましたんで、ここにこうやって入れていくと、よいしょ、こういうですね、こういう、はい、地味なことやってますはい、よいしょと、はい、こんな感じですね。はい、じゃあ次は裸カセットを棚にですね、入れていきたいと思います。はい、それではですね、裸カセットを入れていきたいと思います。本当はですね、これもお店みたいにブックエンドのポップ、あーとかかさたなみたいになるじゃないですか、こう飛び出ているポップ、あれもねつけていきたいと思うんですけども、まあ全然追いついておらずということでですね、大体の場所は覚えているので入れていきたいと思います。どうしよう、まずこう投影ですね、投影系はね、見えるかな、この辺なんですよ。はい、バルトロン出てきましたけども、とりあえず
この辺にですね、よいしょ、入れていきます。はい、続いてがですね、サンソフトですね。サンソフトはね、この辺です。見えるかな、一機がね、見えますけども、はい、この辺に入れます。はい、じゃあとりあえずここに入れますね。よいしょと。はい、なんで一機をですね、表に出してるかっていうと、一機結構僕好きで思い入れのあるソフトなもんで、結構ね、見ていて癒されるんですよね。なので一機出してます。はい、次にですね、これですね、タカラスペースハリア。タカラはですね、これ見えるかな、この辺なんですよ、この辺。よいしょ、ほら、足部出てきました。ということで、じゃあこれと一緒にですね、して、とりあえずここに、はい、あと、人生ゲームだったりとかね、コンボイの謎とかありますけども、はい、入れていきたいと思います。はい、こんな感じでございます。はい、最後にですね、こちら袋詰めしましたファミコンの箱を、棚に入れていくわけなんですけども、本当ね、お恥ずかしい話なんですけども、ご覧の通り今ですね、結構ぐちゃぐちゃしていまして、理由としましては、ファミコンの箱、説明書、カセットを分けてですね、こう棚にパカパカ戻していったら、結構ですね、こんな感じのカオスな状況になりまして、整理が追いつかない状況になってしまってですね、今こんな状況になってます。なので本当にね、申し訳ないんですけど、はい、こちらはとりあえずはここにポイッと置く感じで、させていただきます。はい、じゃあとりあえず下段、じゃあこれもここに載せとくか。はい、こんなですね、これも全部今空箱の状態になってるんですけど、ね、カラカラ音がしないんですけど、で結構ね、奥にもぎっちり入ってるんですよ。なんかね、本当はこういうのってライブ配信とかで一緒にこう皆さんと共有しながら、どういう並べ方がいいのかっていうことで、なんかね、一緒にこう並べていくと面白いかもしれないですけどね。で一応ですね、僕ディスプレイのこのスタンド、アクリルスタンドっていうのをこう使っていまして、で1段のものが僕どんくらい持ってるんだろう、十数個で、2段3段4段っていうのいろいろ持っていまして、うん、これがあるとすごくね、ディスプレイがはかどって面白いですよ。でこの間買ったですね、レアもののスノーブラザーズはですね、なんかここにこうポンと入れとくのももったいないかなっていうことで、はい、こういうファミコンのですね、カセットケースに一応入れています、ね、ファミリーコンピューターって一応刻印ありますけども、はい、こんなですね、まあ一応ですけどね。はい、ということでございまして、かなりですね、ざっくりではございますが、僕がゲームを購入してから、こちらのですね、棚にこう詰めていくまでの一連の流れをお伝えいたしました。うん、まあ結構こんなもんです。はい、ありがとうございます。まあ、今後はですね、もうちょっとこの辺整理して、もうちょっとですね、見せられる棚を作っていきたいなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。 Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。